はい、それでは次、第 1.6 節ですね、行列のブロック分割に進みたいと思います。教科書は26ページの下の方からです。でここで学ぶことはですね、以下のことです。まず行列をいくつかのブロック、すなわち小さな行列について扱うことです。これはブロック分割と呼びます。でそれからもう一つは、そのブロック分割した行列の積を求めるときに、その各ブロックを行列の積のように扱って計算できることについて示します。でまず、ここでですね、小行列というのを定義しておきます。で A を M 行 N 列の行列としておくんですけれども、この A からですね、この、R 個の行、それから S 個の列を取り出しまして、でそれぞれの成分ですね、R 行というのは I の1行から I の R 行ですかね。でどうしてもその記号が複雑になりますけども、このようにして書きます。で S 列は J の1列から J の S 列まで取り出して、その各成分をそれぞれ11成分から RS 成分とするような行列を A の小行列と言います。こういう一般的な定義でもちょっとなかなか分かりづらいと思いますので、ちょっと例を出してきました。小行列の例ですけれども、これ、もともとの A は、3行4列のこういう行列ですね。で、この A のですね、第1行と第3行、それから第1列と第4列を取り出すことにします。で、第1行と第3行はこのオレンジ、こういう枠ですね。このそれぞれの枠があるんですけども、この行の枠と列の枠が重なったところの成分だけこう取り出すんですね。から、第1行だと、第1列と第4列。第3行も第1列と第4列。で、このように4つの成分を取り出して、これを、上下関係失わないようにこうくっつけたもの。これが、今このようにして取り出した A の小行列と呼ばれるものです。でこの取り出し方はいろいろありまして、第1列だけ取り出すってやり方もできますし、1、2、3列取り出すこともできるわけですね。いろんな組み合わせが存在しますので、皆さんもちょっといろいろ自分でこの小行列を作ってみてください。で小行列を作る際の注意点として、小行列を作るときは取り出す行や列は一般には連続しなくても良いです。例えばこの例ですと、列の方は1列、第1列、第4列っていうふうに、こう、飛び飛びで飛び出してますよね。行も第1行と第3行、飛び飛びで取り出してるんですが、一般に小行列作るときは、こんなふうに行や列は飛び飛びで取り出してもいいです。で、ただし、次に説明します、ブロック分割を行うときだけは、この連続した行や列の分割から小行列を構成することにします。だから、連続したっていうのは、例えば、第1行、第2行を取り出すとかですね、第3列、第4列を取り出すっていうふうにして、飛び飛びでは取り出さない、ブロック分割の時は飛び飛びでは取り出さないということにします。で、これ、次ですね、ブロック分割について述べるんですけれども、この先ほど言ったように、この A という行列をですね、この先ほど小行列の組み合わせで表します。ただし、先ほども言ったように、その行や列は飛び飛びにならずに、この連続した行や列の範囲をこうやって取り出す形で並べるんですね。で、このようにして取り出したこの A の各小行列、ラージ A の IJ っていうのを、このラージ A のブロック分割と呼びます。で、そして、この A のブロックをですね、あたかも行列の成分のようにして、こう書いてしまうんですね。行列 A イコール、ブロックで並べたものを、こういうふうに並べたものを、こういうふうに表して、これは行列 A のブロック分割ということにします。ですので、書き方は元の行列とそんなに変わってないかもしれませんけれども、そのブロック分割をやってるっていうところが元の行列とは大きく異なりますので、そこは注意して、区別して扱ってください。で、ここで、確かめるというか、一応説明する命題は、行列のブロック分割の積に関する命題です。A を M かける N 行列、B を N かける L 行列とします。で、この時にその A と B をそれぞれブロック分割するんですけれども、その時のその A の列と分割、A の列の分割とですね、それから A の列の分割と、A の列のこの列の分割ですね。
A の列の分割と、それから B の行の分割ですね。行の分割が、まあ、共に同じ、列数もしくは行数の組み合わせの分割であるものとします。すなわち、この A がですね、A の最初のブロックが3列だったら、B の最初のブロックの最初の行が3行っていうふうに、その A のブロックのこの列と、それから B のブロックの行が、の数がですね、個数が一致するように分割すると。で、そうしますと、実は、この時ですね、この行列 A×B っていう行列は、そのブロック分割した、小行列同士の積を、こう、各ブロックに持つような、行列として計算することができるって言うんですね。ですので、例えばここで、C っていう行列の、この I、第 IJ のブロックを求めようと思ったら、これは、A の I1 ブロックと B の IJ ブロックの積から、A の IT ブロックと B の TJ ブロックの積、っていう行列の積の和に等しくなるということを言っています。で、これはあたかも、その行列のブロック分割の各ブロックっていうのは、まあ、いわば行列なんですけれども、それを、なんか、行列の成分のようにしてですね、積を求めることができるというのがこの命題です。だから、形式的にこういう操作も、ちゃんと正しくできますということを、確認しておきます。はい。ちょっと証明は省略しますので、興味のある人はちょっと各自考えてみてください。はい、というわけで今回の授業のまとめです。今回は行列の演算の中で、特に情報ですね、情報の中でも行列の積の結合法則、それから分配法則について、証明も交えながら説明をしました。それから と天地行列と特殊な行列として、まあ、対称行列や交代行列を紹介しまして、最後に行列 のブロック分割について紹介をしました。で次回の予告ですけれども、次回はですね、生息行列、それから、生息行列ですね、行列については生息行列は使います。でここまでで大体その、教科書の第1章ですね、ベクトルや行列など、これから線形代数で使っていくドーム立ての準備が終わります。で一応注意点としまして、教科書の第 1.8 節にはですね、付録として、第1章の付録として、集合の概念であるとか、写像の概念であるとかっていうことが書かれておりますが、これは実は数学リテラシーで扱われた内容ですので、ここは省略しますので、各自必要な人を復習しておいてください。それから、この第1章が終わりますと、今度は第2章ですね、の連立一次方程式の行列に入っていきます。で、前回の授業のレポートでもですね、何人かの人から質問がありまして、その行列と連立一次方程式はどんな関係があるのでしょうかという質問がありましたけれども、この第2章からの内容で、その行列と連立一次方程式の関係が明かされることになります。で、次回は、教科書の 2.1 節の行列の基本変形、それから 2.2 節の逆行列の計算に進みますけれども、2.1 節の内容が結構ありますので、少しは内容をこうどんなことをやるかというのをちょっとざっと、まあ、分からないなりでもいいですね、見てくると、よろしいかと思います。で、適宜予習をしておいてください。よろしいでしょうか。それでは、これで今回の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。